やっおいおなんなんだこの状況は。こんなところか。よし。はい、どうも皆さん、こんにちは、MJです。よし、まあ、ここだよ、ね、よし。よし、あれ、ボスゲストの復活やっていきましょう。お、ああ、やっとこっちに移動したんだ。この明らかにボスステージっぽい場所。まあ、ヘリポートだね。あ、どっちからでも行けるなってね。よし、ロケットノズル。あ、ああ、え、あ、なんかモーション変わってるやん、こいつ。どうしたの？いや、変わってないわ。それじゃあ、いつもですけど、勝てないぞ。これで挑発すると、こうやってやってくるから、こうやって踏んで、まあ、引っ張ればいいだけでした。もう行っちゃうか、これ。触れないかな。いけるじゃん。弱いな。さあ、あ、おお、復活するな、これ。これで復活しなかったらどうしようって。大丈夫か、そんなんで。まあ、3本ぐらい持ってきておくか。こいつさ、逆転すぎるでしょ。ここで挑発されると絶対この攻撃手だと出せないって。逆転すぎる。どんだけ単調なボスなんだろう。まあ、全部無視ってやるか、どうせだから。ほら、やるよ。ほら、これじゃ二の舞だぞ、前の。ほれほれ。まあ、第三形態あるでしょ、普通に。これは。こんな弱いんだし、こいつ。ねえのかよ。マジで言ってんのこれ。しかもこれモーション変わってないからね、これまさかの。復活したのはいいものの別に成長はしてなかったってことですね。まあ、ということで、はい。社員ゲスト、はい。多分ね、赤コイン系か。もう8か9ぐらいで終わると思うんだよな、一つ。あ、ゲストいるじゃん。あれ、乗れるんだ。乗ってこうかな、どうせだし。ロケットノズル取りに行く、ついでに。ロケットノズルの配置同じだね、あれ。さっきと同じだ。どうして降りるんだろう。そう、あれ降りれなくね。あ、これは罠だね。これ何これ。何これ。あ、ちょちょちょ、どういうこと。そういう系のクエストだったのか。やべ、1個取り直した。あー、2個目も取り直したし。危ない危ない、危ないよこれ。フィールドがちょっときついよこれ。普通にあのレースよりまずくね、これ。あのレースと違ってさ、こう順路が決められてるわけじゃないから、ショートカットもクソもねえしさ、全部拾うしかないじゃんこれ。辛くね、普通に。どこだ、ここの赤コインは。あんなとこにあった今。これちょっと配置、うわー、燃えるとこから、うわー、やばいやばい。え、あれ、なんか意外となんとかなってるぞ。こいつ地面も走れるのか。乗ってしまえば OK なの、これは。うわ、あと2枚だぞ。どこだ。1枚は分かるんだけど、最後の1枚どこか、ちょっと見当つかないの。おおおおおお、やばい、曲がれない、これやばい。あー、だ、曲がるのは左じゃなくて右だったな。あれ、脱走する。あ、
丸太にぶつかったな。え？マリオがアケベに無事なのがね、そこが一番突っ込みどころ満載だよね。これさ、せめて減速ぐらいできようよ、これ。なんでできないん、これ。減速すら。危ない危ない危ない、怖い怖い。マジで減速の仕方わかんないんだけど、減速の仕方あんのかって思う。それこそだからジャンプが減速なんだろうけど、減速手段として使うにはちょっと危、あまりにも危なすぎる。あれ最後の1枚、どれだ、これ、これゲームオーバーになるでしょ、だよね、これ。ここは、なんか、すごい理不尽な理由で殺されるんだね。ダンキューなんだと思ってるんだろう、これ。別にリトライ回数とかじゃないよ、これ。普通にこれマリオのライフだから。セーブしてるから、そこからになるだけなんだけど。あ、ダンキュー戻ってむしろバンバーなんじゃね、これ。なんだ、ただのリトライ回数だったの。これを、もし、子供にやらせてるとかだったら、もう、どうすればいいんだろう。子供にやらせるべきことではないでしょ。危な、あー、ダメだ。あ、でもこれはダメだね。あ、死んじゃった。あ、そうだ。残機ゼロだった。まあ、なんつうか、このステージは、まあ、難しいっちゃ難しいのかもしんないけど、難しいっていうよりかは、これは、単純に死ぬ条件が多すぎるってダメだよ。シビアすぎないか、これ、普通に。普通に失敗したいんだよね。まあ、無理だね。いけ、やば、あー、当たり判定が狭いんだよな、結構。もっと広くていいんだけどね。誰でも1回ぐらいは死んでるでしょう。あー、待って待って、このボートの隙間から取ろう。あー、でもダメだ、ここまで来ちゃったら、もう正直あそこら辺取るの難しいから。え、これって限界の線じゃないの。え、あそこエリア外じゃないの。まあ、ゲームオーバーでいいか、普通に。あと、残機2ぐらいでクリアできるかな、けど、場外に出ることができるということが判明したから、それをね、多分、あ、なんだろう、視点がおかしい。それを利用すれば、ちょっとやれるかもしれない。この程度の回数じゃ信頼のことにならないよ、俺的には。あ、え、お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 、停止線には当たり判定はあるんだけど、なんか、死なない時があるね。ここね、こうギリギリ飛び越えて、取ると。はい。え、残り一つどれ？え？どこ？取り逃したっけ？ここ。あー、星のルートかな。ボートの隙間、あ、じゃないな、あそこだ。よーし。え？ちょっと待って、イカ降りれる？これ。おい！イカが、え、え、どうすんのこれ。まさかこのまま取れって。わかりました。あ、ダメじゃん。これさ、イカ降りるボタンはどこ？ボタンもだってこれ、いきなり不親切な設計だもんね。ボタン踏まずにさ、行ったらさ、ただイカに乗せられるだけだからね。イカに乗せられて死ぬまで、こう、イカに、イカサーフィンさせられ続けられるっていう。理不尽。なんだ今の判定。なんか飛んでから死んだもん。ちょっと当たり判定小さいんだよな。これもうちょっと当たり判定でかかったら、横側にね、縦じゃなくて横に長ければ、あの、もうちょっと簡単になるんだけど。で、まあ普通こうみんな曲がろうとして死ぬじゃん。俺はもうガソガ行っちゃうんだけど、そうするとこの、あ、見えない壁も普通に死亡判定になるんだ。本当はなんか外側に島が見えるから、ちょっとそこに寄り道しようかと思ったんだけど、そろそろクリアできるでしょう。あ、でもこれ一回死んだ方がいいか。でも、絶対降りるボタンとかあると思うんだけど、今イカに乗る場合で大体降りる必要ないからな。降りる動作とかないかも。降ろすつもりないのかな、最初から。ああ、いや、つうか普通にこれイカから降りる動作を用意してくれてれば、もうすでにクリアしてるんだけどね。我が子に全部取ってもクリアさせてくれないって。正直サインが出た時点でもう自動で入手してクリアでもよかったと思うよ、めっちゃ。本当に降りれないこれ。いや、でも降りるボタンの第一候補である B ボタンで降りれないってことはもう無理でしょうね、これね。多
多分ないね、降りるボタンはね。もうこれ A ボタンもジャンプだしね。多分ね、正直 A、B で無理だったらね、他に降りるボタンとかないと思うよ、ぶっちゃけ。全部あー、なんかあれ開けるし、ああ、っていうかさ、これイカに乗らずにさクリアを目指すとかできるのかな。実はでもイカに乗らなかったらこれちょっとスピード的に難しいんじゃないか。でももしイカに乗らなくてもま、ギリギリ間に合うぐらいだったら正直イカに乗らない方が楽だね。この塔の方が早いっていう人もいるんでしょうね、多分ね、一定数。イカに乗らずにクリアしてしまうっていう場合もあるとは思うんだけど、どうだろうね、配置的にきついとこはあると思うよ、いくつか。やっぱイカに乗るしかないんだよね、ほぼね、一択だと思うんだよね。ここら辺とかさ、だって開けるかによっても、ね、イカに乗って取ってくださいねっていう感じだし、ここら辺まで行くのもさ、単純にそこそこ時間かかるもんね。2分ぐらいだったらね、正直そこだと無理だと思う。こっちだけ間に合わないと思うよ、マリオのスピード的に。ね、潜水艦を飛び越していった方がいいから、できれば後ろからは飛びたくないね。ということでゲームオーバーになったから、まあもう一回残機7になって戻る、 リトライだね。また大回りルートかな、ちょっと大きくぐるっと回ってこうやっていって、で潜水艦に向かって最後の1枚を取れると思うんだけど、ここまっすぐ進入しないとね、取れないんだよね。で社員が出るから、まあ橋に飛び乗るしかないんだろうね。これは降りれないし、マジで降ろしてくれって感じだけど、もう降りてもいいと思うよ、ぶっちゃけマリオは。早く降りろって感じだし、ね、連続ジャンプ、いや危ないね正直。お、別のに乗り換えた、マジかこれ。あ、こうなるんだ。当たった瞬間死ぬはないけど乗り換えちゃうんだね、イカを。でもね、結局これ3位取れてねえから、取れるまでやるしかねえんだよこれ。マジでもうこれさ、マジで降ろしてくれていいよ。降りるボタンあるだろ、どっかに。普通はあるんだ、普通は。こういうのってこんなだって操作でクリアのやつ取る。で紙当たったら即死だって、これ。そんな状態でさ、普通取らせると思う。なんなんだこの状況は。降ろしてくれ、もういい加減。ほとんどバグじゃねえかこれ。もういいだろう、降ろしてくれても。でもさっきの地震がなかっただけ、まあまだマシだから、バグに感謝だから。あ、奥に欲しいな、こっちだから。もうね、あそこまで行ったら降ろしてくれてもいいと思うよ、ぶっちゃけ。あんなバグを引き起こすぐらいなら。危ない危ない、もう降ろしてくれていいと思うんだけどな、俺は。普通にこのさ、これジャンプするタイミングに行ったら普通に死ぬからね、これ。よし、まあクリアだね。はい、社員ゲット。ではご視聴ありがとうございました。